現在150年という節目の年、これはまだ垣根を越えてのゲームでした。今日のゲームを振り返っていただきましょう。若い選手たちがね、本当に一生懸命やってくれて、プロアマを超えて苦労する姿を見ていると、本当に野球に感謝というか、ありがたいなというふうに思いますし、先輩方が野球の歴史を作ってくださった、それを気づいて、しっかり次の世代に伝えられるように、これからもしっかりやっていきます。栗山監督自身が今夜は侍ジャパンのユニフォームを着ての初采配という一連の試合になりましたけれども、本当に監督がおっしゃる通り、若い世代同士が意地とプライドをかけての熱い戦いでした。この辺りいかがですか？本当に野球の難しさとか怖さもありましたし、で社会人、大学の皆さんにとってはね、都市対抗が終わった後、大学生に関しては非常に難しい時期でもある中で、コロナもありますし、非常に調整も難しかったと思いますけど、プロの若い選手を含め、これだけ集中してね、決勝戦で、その姿が見てもらった皆さんに伝わったと思うので、ね、また明日からみんなで元気出して、野球やっていきます。侍ジャパンといえば、いよいよ来年2022年、監督として指揮を取れる WBC が開催されます。今日のような若い力も結集して、日本の新しい野球の新時代を作っていただきたいと思います。最後に野球を愛する新時代を共に作っていく野球ファンに一言メッセージください。はい、今日は暑い中皆さん、試合を見ていただいて本当にありがとうございました。全ての、野球人の知恵、力、集結して来年3月、世界に挑むという戦いも待ってます。その前にプロ野球の方は、とりあえず非常に難しい展開になってますが、今日出た選手たちが、躍動してチームを優勝させる姿、ぜひ見守ってあげてほしいと思いますし、来年3月、みんなで頑張っていきます。この中から一人でもメンバーに入って大活躍して勝ち切れることを信じてますので、これからも日本の野球、どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。